駅カレー2万2万。さあ始まりました、駅員コレクション2020。こちらでは普段は日の目を浴びない駅員さんたちにスポットライトを当てていきます。司会は元 JR 東海豊橋駅で駅員をやっておりましたたくあんボーイがお送りいたします。トップバッターはこの方、欧米人よ見るな住田学ぶ34歳。最後のタッチにご注意ください。はいどうぞ。はい、時までですね。かしこまりました。片道10席は、はい、片道の10席でいいですか。はい、ありがとうございます。東京片道自由席、東京片道自由席、東京片道自由席と、よーし。続いてはこちら、ポテチ食ってんの？吉見谷武史29歳。席を探している彼の手元にご注目ください。はいどうぞ。はい、ちょっと待ってですね。かしこまりました。10席でよろしいですか。あ、指定お取りしますか。はい、かしこまりました。さあ続いてはこちら、シンセサイザーしてる川上俊光42歳。これが見れたあなたはラッキーです。はい、あーそうですね、京都までの分で3名様ですね。あ、ちょっと待ってください。ちょっと今ロール紙が切れちゃったのでちょっと交換しますので、ね、お待ちくださいね。続いてはこちら、多分ギャンブル好き勝木明42歳。最後のチェックの仕方にご注目ください。どうぞ。はい、ガマゴリまでかしこまりました。ガマゴリの2名様の、はい、片道分でよろしいですかね。はい、かしこまりました。ガマゴリ2名様、片道ガマゴリ2名様、片道ガマゴリ2名様、片道。続いてはこちら、豊橋駅の羽生九段榊原源一郎51歳。彼の堂々たるタッチをご覧あれ。はいどうぞ。天竜橋まで片道、はい、指定取りますか。はい、本日登場していただいたのは住田学ぶ、吉見谷武史、川上俊光、勝木明、榊原源一郎でした。